ピンクレディは、1970年代後半から1980年代初頭に、かけて活躍したデュオのダンスミュージック系アイドル、ミート・ケイの二人組。多くの楽曲を悪友、アク・ユー・トクラ・シのコンビが手掛けた。所属事務所は、T、T&C ミュージック、音楽出版権利、管理は、バーニング・パブリッシャーズである。中学、徳コ高校時代に、 同級生だった二人は、1973年に、ヤマハ音楽が主催するオーディションにそれぞれ合格。授業料免除の特待生にも合格し、ヤマハボーカルスクールに通うことになる。講師の勧めで、クッキーというデュオを結成し歌手を目指していた。クッキー名義で1974年のポップコン、東海地区大会決勝に進出し、恋のレッスンを歌っている。 デビューのきっかけとなったテレビ番組、スター誕生。出演時は、二人お揃いのサロペットを着、素朴な雰囲気で登場。歌も当時ほとんど無名に近かった。フォークグループの曲を歌うことで逆に注目され、合格する。スター誕生。で、会社の方針に逆らい、プロデビューへの道を開いたのは、ビクター音楽産業の飯田久彦であった。歌手デビューに際し、 全く異なるキャラクターにプロデュースされる。手足を露出したキラキラ光る生地のミニの衣装とリズムやビートを強調した曲調によって伝園風景が似合う素朴な二人組が派手な歌謡デュオになった。大胆に太ももを開いたりする激しくセクシーなダンスを行うことからデビュー当初は成人向け深夜番組の出演が多かった。作曲家、トラシュニチは カクテルのピンクレディにちなみ、ピンクレディと命名したので、ピンクレディーズにはしなかったと述べている。デビュー直後には、わもの的な見方もされたが、まずは、当時の子供たちが振り付けを熱心に覚えて、真似をし始めた。そのため、山本リンダに代表されるかつてのセクシー歌手とは、対照的に、老若男女に幅広く、人気を獲得することに成功。レコードが、 大ヒットするだけではなく、人気が高まるにつれ医療品や文房具、食器、自転車や食品まで多くの業種の様々な商品に二人の姿がプリントされたキャラクターグッズが販売され、ピンクレディの存在は想像を絶する巨額の経済効果を発生させることになった。ピンクレディのデビューシングル、ペッパーケーブは売り上げ60万枚、出荷ベースでは ミリオンセラーのヒットとなり、1976年末の第18回日本レコード大賞新人賞を獲得、翌1977年にかけてロングヒットとなる。この曲では両足をガニ股に開くポーズを含む斬新な踊りが当時の世間に大きな注目を集めた。第2弾シングルの SOS、第3弾シングルの カルメン77もオリコン1位を記録する大ヒットとなる。そして第4弾シングルの渚のシンドバッドはピンクレディ発のオリコン調べでのミリオンセラーとなった。この曲によってピンクレディの人気はもはや社会現象となり日本列島にピンクレディ旋風が吹き荒れた。当時はデビューしたばかりのサザンオールスターズがピンクレディの 渚のシンドバッドに敬意を表して、同年1977年に大ヒットした沢田賢治の第19回日本レコード大賞受賞曲、勝手に仕上がれと、渚のシンドバッドの曲名を掛け合わせ、自分たちのデビューシングルの曲名を勝手にシンドバッドとしたほどである。第5弾シングルのウォンテッドのオリコンで12週連続1位を記録する大ヒットとなり、 アメリカで外国人歌手によるカバーソングまで発売された。1977年末、ピンクレディは日本レコード大賞において SOS、カルメン77、渚のシンドバッド、ウォンテッドをノンストップメドレーで歌い、大衆賞を受賞した。第6弾シングルの u f o もミリオンセラーを記録し、1978年末の 第20回日本レコード大賞を受賞する。それまで、ピンクレディのような、ディスコポップス系のアイドル歌手が、レコード大賞を受賞した前例はなく、ピンクレディのレコード大賞受賞はまさに、前代未聞の革命であった。また、UFO では、地球の美女が異星人に恋をするという悪優作氏の歌詞も、当時としては、画期的なものであった。第7弾シングルの、 サウスポーもミリオンセラーとなった。このサウスポーでは左利きの女性投手が王貞治と一騎打ちをする場面が描かれており、これは当時一世を風靡した読売巨人軍の4番打者王貞治のホームライン世界記録ブームを背景としたものである。ピンクレディの作詞家悪友は作詞とは時代であるをポリシーとしていた。さらに次のシングル。 モンスターも、渚のシンドバッド、ウォンテッド、u o サウスポーと続いた、大ブームの勢いを受けて、ミリオンセラーを記録した。このように、ピンクレディーの人気絶頂期は、1977年から1978年までの2年間に、わたって続いた。絶頂期のピンクレディー人気を支えていたのは主に、子供たちであり、1978年の、 オリジナルコンフィデンスの調査によると、ピンクレディの支持層は3歳から12歳が42.5%を占めた。1978年のブロマイドの年間売上成績でも人気、ナンバーワンを獲得した。また、サウスポーや透明人間などのように、男女の恋愛を直接のテーマとしていない曲も、当時の歌謡曲には見られない特徴的なものだった。人気は、 爆発的に高まり、オリコンで連続9曲110曲連続ミリオンセラーは当時の新記録。オリコンシングルチャートにおける通算主位獲得数は2015年1月26日付に b ズが右頂点で記録更新するまで最高記録であった。また女性グループアーティストによる通算9曲主位も2006年11月20日付にモーニング娘。 が、歩いてるで、記録更新するまで最高記録であった。3年ほど早くデビューしていた、アイドルトリオのキャンディーズと比較されることが多かったが、当時のレコード売上枚数は、ピンクレディーが圧倒的に上回っていた。カメレオンアーミーもオリコン1位を獲得、これで1976年の SOS から、オリコンシングルチャート連続首位記録が究極となった。そんな中、 1978年大晦日の第29回 NHK 紅白歌合戦への出場をあえて辞退日本テレビ系のチャリティ番組ピンクレディ汗と涙の大晦日150分に出演する。しかし視聴率は当時の国民的番組であった紅白の72.2%に対しピンクレディが出演した。 裏番組は8.2%と惨敗する結果となった。それでも、前年度のコント55号の紅白歌合戦をぶっ飛ばせ、なんてことするのの6.2%を上回り前線したともされる。ニューミュージック前世紀を迎える翌1979年、ジパングはオリコン4位に止まり、連続首位記録がついにストップする。その後、ピンクタイフーンと、 波乗りパイレーツまでは、オリコンベスト10内を維持した。だが、ミーハー路線が飽きられたのと、日本では、ピンクレディに代わる松田聖子など、新しいアイドル時代の到来、また、前代未聞の紅白歌合戦出場自体により、マスコミから激しいバッシングを受けたことや、さらには、事務所のトラブルやメンバーの恋愛トラブルなどが、相まってしまう。ただし、 以前から進められていたアメリカでの活動は順調で、全米デビューシングルとなった、キス・イン・ザ・ダークがビルボード総合37位、全米三大ネットワークの一つ NBC のゴールデンタイムで、自らの名前を冠する番組を持つなど、確実に実績を積んでいた。しかし、アメリカでの契約を更新することがないまま、帰国することとなり、再び、日本での活動に力を入れたものの、 王子の勢いを取り戻すことは全くできなかった。こうした経緯からアメリカ進出についても日本では失敗と言われることが多かったが、米国でピンクレディほど活躍した日本人歌手は今のところ他には存在しない。冠番組の放送内容に賛否は分かれているが、米国内では DVD 化もされている。そして1980年9月1日。 ピンクレディは二人揃って解散を発表。それから7ヶ月後の1981年3月31日、高楽園球場で解散コンサートを開催する。しかし、そのコンサート当日はみぞれまじりの霊雨が降り続く悪天候であり、空席が目立ったスタンドに象徴されるように、絶頂期の面影はほとんどなく、何かと比較されたキャンディーズの解散コンサートが、 超満人だったのと比べると、あまりにも寂しすぎるものであり、寒類司法要する瞬間まで、テレビサイズに収めるために、ディレクターからせかされたとされている。解散コンサートの観客動員数は主催者発表で3万人、消防署関係者の証言では1万5千人程度とされる。活動期間は4年7ヶ月。なお当時の所属事務所は解散直後に倒産し、 社長であった抜き安尾も芸能界を離れた。解散後はそれぞれ女優やタレントとしてソロ活動。ピンクレディーとしては2005年までは期間限定ながら数度再結成して活動。二人でテレビ出演する際の衣装は、K がピンク、ミーはブルーで登場することが多い。これは現役の頃から今までも K がピンクが大好きだということの表れである。 2010年、解散宣言からちょうど30年後の9月1日に、解散やめ、を宣言、ピンクレディとしての活動を再開しソロ活動と並行して継続することを表明。2011年5月から本格的な再始動として、全国ツアー、ピンクレディコンセールツアー2011イノベーションを開催。2017年12月30日、TBS の 第59回日本レコード大賞に39年ぶりに特別ゲストとして出演した。これはピンクレディーの歌詞を担当した作詞家、子、悪友が特別賞を受賞したことを祝したものである。披露した曲はペッパーケーブ、ウォンテッド、UFO の3曲、ノンストップメドレーを歌った。翌2018年12月30日の 第60回日本レコード大賞にも、UFO での1978年レコ、大受賞当時の司会者、高橋慶造への追悼で再びステージに立った。2017年よりも一曲多い、UFO、SOS、渚のシンドバッド、サウスポーの4曲、ノンストップメドレーを歌った。ペッパーケーブ、SOS カルメン77渚の、シンドバッドオンテッド UFO。 サウスポーモンスター透明人間カメレオン、アーミージパングピンクタイフーン波乗りパイレーツ。キスインザダークマンデーモナリザクラブドゥーユア、ベストアイ、ギリギリ世界英雄史歌語リメンバーラストプリテンダー、おう、一度目の再結成時二度目の再結成時1990年、ポリドールより、二年目のジンクス。 ポロロッカがシングル発売される予定だったが、ミート K の契約上の問題など諸事情から見送られた。2年目のジンクスは NHK のテレビ番組出演時に披露され、同年末の第41回 NHK 紅白歌合戦においてもピンクレディメドレーの中で歌われた。この2曲は1993年にビクターから発売されたベストアルバム。 ベストワンに収録された。三度目の再結成時四度目の再結成時解散やめ。宣言以降、ペッパーケーブ製から来た二人、ピンクレディの不思議な旅ピンクレディ i ン、USA o e r セクシーサスペンス、ピンクレディアゲーム、チャレンジコンサートサマーファイア77倍、バイカーニバルアメリカ、アメリカ、アメリカ、78ジャンピングサマー、カーニバルライブイン武道館さよなら、 ピンクレディベストヒットアルバムベストヒットアルバム。UFO サウスポーターニングポイントピンクレディピンクレディヒストリーピンクレディシングル全曲集ベストアンツインベストミーケイピンクレディベストセレクションピンクレディベストヒットアルバムメガヒッツピンクレディ悪友作品集ゴールデンベストピンクレディコンプリートシングルコレクションイノベーションありがとうございます